本日のメインイベント、日韓対抗戦8対8大将戦ヒートキックミドル級タイトルマッチ3分5ラウンドを行います。青コーナー、 2022KBA-70kg 王者チームバファロー、ヤンチャンホーン。赤コーナー、第4代ヒートキックミドル級王者志村道場、アビラールヒマヤンチーター。勝ちましたアビラルヒマルヤンチーター選手が第4代ヒートキックミドル級王座を防衛いたしました。勝ちましたヒマルヤンチーター選手には志村館長よりチャンピオンベルトが贈られます。そしてパト様より勝利者トロフィーが贈られます。
見事な勝利。アビラルヒマラヤンチーター選手より一言をいただきます。志村道道所属のアビラルヒマラヤンチーターです。自分はネパール人なんですけど、まあ、昨日も言ったんですけど、自分はネパール人なんですけど、まあ、今日は一日日本人として侍の心を持って、ネパール人と日本人と2人、まあ、同時に、まあ、韓国人に、まあ、韓国人に勝ちたかったんですよ、ずっと。あと、まあ、今回は、K1 で2連敗してて、そこからの復帰戦だったんで、いい復帰できたと思います。あと、まあ、そうですね、今回は絶対負けられない試合だったんで、まあ、勝ててよかったです。ここまで支えてくれて、志村館長、お父さん、チャオさん、ケンディ、あと、まあ、チームの皆さん、いつも練習見てくれたり、他のチームの、まあ、美味しいチームだったり、いろんなチームの皆さんに支えてもらったんで、心から感謝してます。まあ、配信だったり、会場で応援してくれた皆様、本当にありがとうございました。これからもアビラルヒマラヤンチーターご期待しててください。必ず世界取ります。これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。見事な勝利、アビラルヒマラヤンチーター選手に毎度盛大な拍手を。